中日バッテリー、完全にもてあそばれる。これが再開のプレイ。練習試合中日ヤクルト。練習試合にて田島石橋バッテリーがヤクルトに続けざまに盗塁を決められた。失点には繋がらなかったが、初回の辻元のタイムリーエラーに続いて守備の乱れが目立った序盤戦となっている。こんなプレイしてたら上には上がれない。そもそも田島の制球がひどい。地球のランナーだもんな。石橋もこういうプレイをしてたら木下には勝てない。練習試合でよかったけどな。今日の試合いいとこないな。この後三好の牽制アウトもある。守備走塁のミスは本当になくそう。去年と何も変わってないな。後半戦で逆転したらええんや。弱いチームの典型。ドラドラ情報局をご覧いただきありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ。高評価もぜひよろしくお願いします。